アテナイの地図。ちょうど南東のオデオンと表示されている周辺にキュノサルゲスはあった。キュノサルゲスはアテナイの城壁の外に隣接し、イリソス川の南の丘にあった公共の体育場。名称はサイノスとアルゴスに由来し、白い犬、または素ばらし濃い犬を意味する。伝説によれば、アテナイのディディモスがたくさんの生贄を捧げていた時、白い犬が現れて、 捧げ物を盗んで逃げた。ディディモスが驚いていると信託があり、その犬が捧げ物を落とした場所に、ヘイラクレースの神殿を建てよ、と告げた。ヘロドトスによれば、紀元前490年頃にはそこに神殿があり、それが、ヘイラクレースの有名な聖地となり、その母アルクメーネー、妻、ヘーベー、ヘイラクレースを助けたヨラーオスも祀られていた。そこに、 ギュムナシオンが建設された。キュノサルゲスは、主に死生児なすのためのギュムナシオンとされた。キュノサルゲスはキュニコス派のアンティステネスが講義をした場所と言われており、キュニコス派という名称の由来の一つとされている。ありがとうございます。